アスロン2は AMD の K10 マイクロアーキテクチャのマイクロプロセッサアスロン2はフェナム2をベースに作られているが L3 キャッシュを搭載していない。そのため、同周波数のフェナム2より処理能力は低下するものの発熱と消費電力が軽減されている。アスロン2ではデュアルコア CPU のアスロン 2X2 のほか、アスロンブランド初となる。 クワッドコア CPU のアスロン 2X4、トリプルコア CPU のアスロン 2X3 が発表、発売されている。その他、フュージョン APU のコアから GPU を無効化したソケット FM1 班のアスロン2やソケット FM2 版のアスロンが存在する。フュージョン APU と異なり GPU が搭載されていないため、使用するにはソケット FM1 の マザーボードにビデオカードが必須となり、マザーボード上のモニター接続端子は使用できない。アスロンの名を冠しており、モデルナンバーもプリパス、コア製品からの続版だが、内部構造は大幅に異なる、別の CPU と言える。また、アスロン2の名を冠するモバイル向けプロセッサとして、アスロン2デュアル、コアプロセッサース4ノートブック PCS がある。モバイル向けプロセッサに関しては、 ツリオン2の項を参照のこと。X4 だけでなく、X2 やセンプランの名を冠した製品も存在する。X4 だけでなく、X2 の製品も存在する。プリパス世代、ラナ世代、リガー世代の TDP の値は、アスローニー、X4645640、X3455450、445が 95W アスローニー。 X22 65が6526系255兆2502億4022万215が 65W アスロー 2EX4615E610E605E600EX3420E415E405E400EX2250E245E240E 235E が 45W。ありがとうございます。